百武さん、なんで半袖なんすか。百さん、なんで半袖なんすか。半袖しかなかったんすか。めっちゃ寒そうじゃないですか。さあ、石谷さんも先ほど中継してくれた原信樹さんもどうやら行くみたいですね。4人によってなんでセンターバックやってんの。
かわいいパス回しで南野が抱え、はい、抱え裏を取る、取った、抑えだ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 、抱え選手を持って今走れよと坂本選手ものすごい笑ってます。おいやもうこれでもうわオリジューは何人かめっちゃ体さえ冷えて寒そうにしてますよね。ちょっと動きが足らないですね。斉藤選手が一体森島さんの裏を取る、その森島さんに折り返してこれチャンスよ、チャンスよ、ファールはない、ファールはない、あ PK あった、 PK 今のこれもう南野選手のファールですかね。今のは全然ファールじゃないよということをアピールしますけども、ちょっと待ってください、これまさかの どっちが蹴るんだろう、深さんですか森島さんですか。あ深さんいきますね。もうおよっちょっといや違うやんそれ、フラフラやけど、フラフラやけどしっかり蹴れるっていう流れやんそれ。もう軸足フラフラしてます。そうですね、なんで握手してんだろう、それお前もいいプレーだったらお前もなっていうことですよね。後ろにある車を狙ってみるんですよ、 MVP。 ははー、もらえるんですか、絶対あげないですね、絶対あげない。さあ、深さんにはロビーがマグにつきますね。またるか、またるドリブルで一人かわして深いとこ、堀島さんとのワンツーの行事もう一回行った、もう一回行った、結構勝負ですよ、この勝負1対1ですよ、1対1よ。おおおおおおアンバサダー、アンバサダー。でもね、股抜きはまあまあ本気で狙いましたね。あ、自分で取られたから自分で戻るっていうのはね、これもすごい大事なことですからね。ただ、大木原と肩を抱え、A にボールを回されて杉本に渡って、最後に追いかけます。裏を取った、戦う。あ、ごめんなさい、抱え。おお、お、何？時間キープ？あ、違うな。わざわざ止めてコーナー切った。珍しいプレイ。宮野はクリアしようとしましたが、また右サイド。杉本が、マルちゃんか。はい。お、今度ライナス。あーどうだ今の高野プレーヤーの、まだチャンスある。おシャケちゃん意外と言ったね。あれシャケちゃん、シャケちゃんどうしたの、急にシャケちゃんどうしたの、シャケちゃん、お回される、おおお取りどころが意外とこれ狙いますよ。今3対2ですからね、3対2。逆サイド、左足現在。さあ、セレッソ大阪大喜利チーム3点目追いつきましょう。あ、高野を変えろと、さっきはやっぱシュートを外したのが痛かったんですね。さあ、高野を変えろと、加藤選手から誰かいる、誰かいる、シュンピング、クスイング、あ、いきますか、誰かも立候補制になってますけど、あ、じゃあアリア君から指名がありました。タンちゃん、タンコ選手、痛い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 、じゃあタンコ選手、あの長谷川監督から、お、アリア先生がタンちゃんベンチコートを布団のように、いけるいける、行こう行こういけるよ、タンちゃん、タンちゃんいけるよ
さあ3対3ですからね。これはセレッソちょっと動いた方がいいですよ。スーパーサブですねこれ。あ、チャンス、チャンス、チャンス。あ、福川さん来てます。福川さん、福川さん、福川さん、絡んでさっき PK 外してますからね。さあ小谷君とのマッチアップ、右サイド、右サイド、これはでも森島さんやからちょっと小谷君気使わんかったな。いやー、ナイスピック。まだまだありますよ。原、斎藤、原、そして、いや、このサイドチェンジの、ね、頻度が半端ないですよね、OB チームで。さあ、高井選手、高井選手、うおー、抜けた、ナイスボール、今度は左から、おー、これはもう、セレッソスタンバイしますよ、どこに出すか、高井選手ですかね、オフサイドないんじゃない、オフサイドはない、オフサイドはない、シャケちゃんが手を挙げている。そのシャケちゃんに抱えいって、オフサイドで、オフサイドはないのか、から、あ、みんな上がってこい、みんな上がってこいと、みんな上がってこいと、みんな上がってこい、取られた、取られた。まあ忘れてたけど、あのポケット携帯入ってるっすよね。画面潰れてると思います。そうですね。さあ、深さん、深さん、タイロビー、意外とロビーがいいディフェンスをするからね。これね、あー、捕まった、捕まった、捕まった、ノーファール、ノーファール、お、今のファール。あー、そういうことね、今ロビーのファールで、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、今これ今突き飛ばしたやろ。いや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 、悪いやつやな。いや、引っ張ってきましたよ。やりたい放題。悪いやつやな。さあ、そしてプレーが再開されましたね。逆サイドには実写に繋いで、もう森島さんいいタッチをしましたよ。大地君今レジェンドの足がっつりいってますよ。がっつりいってます。完全に今足かかってるような気がしたんですけど、さあ取ってカウンター、大きく手を上げた、そのカカエに出た、そう、誰かカカエを呼んでますよ、誰かを呼んでるよ、上げたクロス、杉本ワンタッチ落として、頼むよ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 、オフサイドか。カカエ選手行きましたよ。カカエ選手一体一体交代、ラインズマンは俺がやると、ライズは変わると、お前ダメだと、俺がやるんだと、あの人結構むちゃくちゃしますね。あ、ユニフォーム合わせて俺がライズマンをやるって、あの人がライズマンやったらオフサイドなくなるんじゃないですか。かもしれないですね。お前がしないですよね。でも出とけ出とけ、高谷選手ライズマンだ、メガネかけるわ、携帯ポケット、奥さんを電話するわ、ラインズマンやるわ、せっかくだからもう出ちゃったな。いや、まあでもラインズマンからしてもどうしていいかわからないのは事実ですよね。3対3、残り5分切ったよ。あ、ちょっとね、俺分かった、ハカルの企みがちょっと分かった。これ、何じゃないですか、これ、途中から入るパターンじゃないですか。でも途中からホンマに入ったらめっちゃ悪いやつですよね。OB チームでも優勢ですよ。あ、ケンユー君に話しかけてますよ。ラインズマン、ラインズマン、ケンユー君に、ケンユーって話しかけてる。さあ、右足で合わせた、下に落として、サイドに、お、ちょっとつないでいきましたよ。レッドラップ。どうも、ここかいくぐった。伊庭さん呼んだ。はい、いきなりブーストローションですよ。あれ、ちょっと。嘘。嘘や。あばら、今おかしいって。絶対おかしい、あの場所おかしいし、あれ。オフサイドはないに決まった。この人、こんなむちゃくちゃする人だった。すごいですね、これ。大谷翔、ガッツポーズ
してない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 、ね、喜んでないよね、カップね。ナイスジャッジってセレッソ大阪メッシからもう拍手喝采ですよ。むちゃくちゃやな。で平然とランズマンに戻ってますよ。抑えられちゃついてない。電話してんの。ちょっとほんと強烈やな。あ、そうよ、電話かかってきた。あ、自分のエリアに向こうだったら電話出るんや。ちゃくちゃやな、ほんま。アロミも入るし、セレッソ大阪チームすごいな、これ。さあ、でも残すところあと2分を切ってますよ。4対3です。深さんも蹴るので精一杯だ。深さん、頑張ろう。これは宮村選手から、あ、オフサイド。あれ、え、なんで今度オフサイドなんですか。え、基準が全く分かんない。だって金融君も、ね、さっきの流れから行ったわけでしょ。ね、あっちは、あ、オフサイド。いや、でもちょっと取り返すために OB チームは、これないですよ。ボールスピードちょっと上がりましたよ。さすがさん。ロビーの顔止め。どうだ。でも拾ってセカンドは OB チーム取りましたよ。これチャンスになるよ。アンバサダー、アンバサダー。あ、もう飽きたのかな、ね、もういいみたいですね。満足したみたいです。やるな、やっといて。お、これ南野選手のファール。あ、チャンス。これ。うん、誰が蹴るんだろう。誰、ああ、これ1、2、3、4枚。全員上がる、全員上がる、全員上がる。野口くん、野口くん上がろう。野口くん、パワープレイ。この前あったからね。ねえ、ありましたね、ありましたからね。山口が決めて。ありますよ、これ。あるよ。本当に全員上がった。上げたボール、おー、すごいな今の。あ、そらそうだわな、これカウンターだな。伊庭さん、一歩ボール、野口くん、野口くん、野口くん、急いで、一番ボール持った赤い人追ってるから、野口くん、野口くん。ノーファール、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 野口くん。いや、ぐるぐるも言いますけど、先輩ですよね。さあ、ここのホイッスル。セレッソ大阪対セレッソ大阪のチームの試合が4対3ということになりました。鈴木さん、いかがでしたか、この試合。あ、もう若い選手が全て決めてしまいましたね、このゲームは。あ、本当にサッカーというものはルールが合ってないようなものなんだなというのを僕は改めて勉強になりましたけどもね。いや、まあ、最後の杉本選手と南野選手ですかね、はい、キーパーを掴んで掴んでノーファールっていうのも僕も初めて見ましたけども、ぜひ皆さんもサッカーの際には参考にしていただきたいと思います。参考にしたか。さあ、ということで4対3となりました。両チームに大きな拍手を送ってください。FM 長井解説は鈴木さん、ありがとうございました。